こんにちは、柴戸です。今回は非常にレアなギターを千葉管楽器さんからお借りしてまいりましたので、ご紹介させていただきます。そのレアなギターというのがですね、こちらになります。じゃんと。フライング V ですね。まずはですね、ちょっとご覧いただきましょうかね。ボディは V 仕様になっていて、シングル3つのピックアップと。そして、こういったヘッドになっておりまして、でボディ裏こういう風な状態でございます。皆さんお気づきになりましたでしょうか。そう、形は V、 V といえばギブソンのフライング V なんですけれども、ピックアップはシングルが3つと、そしてコントロールもこの3つ、そしてこのブリッジ、この辺はなんかストラトっぽいんですよね。そしてヘッド、マッチングヘッドで、しかもリバースになっているんです。まさにこの形はフェンダーのストラトタイプですね。このギター、サイケデリズムというメーカーの V なんですけれども、その名もギブフェンドリックスという風な名前になっております。ギブソン、フェンダー、ジミ・ヘンドリックスが合体しているギターということですね。ギブ・フェンドリックス、めちゃめちゃ変わったギターですよね。コンセプトは非常に面白いギターだと思います。そしてですね、僕気づいちゃったんですけれども、ここのピックアップセレクター、こちらテレキャス風なものがついてるんです。なので見た目はギブソンの V っぽいんですけれども、フェンダーのストラト、そしてテレキャスターも混じっていると、なんとも心をくすぐるですね、ギターです。このギターを作っているサイケデリズムさんに関してなんですけれども、千葉管楽器のサイトでですね、商品説明の欄にこういうふうに記載されております。東京恵比寿に店舗を構える同名の楽器店が展開しているブランド、サイケデリズムと。もともとヴィンテージギターなどプレミアムギターを中心に取り扱いながらリペアも請け負う楽器店でしたが、プロミュージシャンなどシビアなセッティングを必要とする人々が新品のギターを調整に持ち込んでいる現状から、新品でそのまま現場に持っていくギターを作るということをコンセプトに立ち上げたブランドだと。やはりですね、プロの方々は新品で買ってもそのまま調整に持ち込むと、かなり自分のこだわりがありますからね。そういった手間をなくすために、買った瞬間からパーフェクトな状態で弾けるギターを作ると、素晴らしいコンセプトだと思います。ではこのギターのスペック見ていきましょう。ボディはアルダーになっております。そしてネックはメイプル。このリバースヘッドっていうのはですね、僕今回初めて使ったんですけれども、チューニングはですね、まあまあ慣れないとやりづらいです。通常だとこの距離感なのがこう裏に行くんでね、これだけの短い距離なんですけれども、かなり遠く感じます。そしてこちら見ていただきましょう。V なんですけれども、非対称になっておりまして、ハイフレットの方が弾きやすい形状になってます。ジョイントの部分も丸まっていて、割とですねハイフレットも弾きやすいです。でフレットは22フレットになっておりまして、ボリューム、トーン、トーンですね、この辺はストラトと一緒です。このノブ面白いですよね。ペットボトルのキャップみたいな感じです。
back.